開幕からは46打数11安打の新外国人のダンサー、ピッチャーゴロ。ここはよく抑えました涌井、ワンアウトです。ワンアウトランナーなしで埼玉西武ライオンズは今日は大崎を7番指名打者に使っています。今のランサムのあたりピッチャーゴロ、まあ共にそのアマチュア時代は強いチームに属していました。このボールはよく落ちました。大崎三振。こういうキレのいいボールが出始めるとこれ涌井の持ち味ですよね、はい、この回とにかくな自分で考え方を変えたのか、はい、とにかく丁寧にいこうという意識がね、はい、見られますね、ここはビシャッときました。全く手が出ませんでした杉谷。3人で抑えました。この良かった頃を思い出させる涌井のピッチングです。